今日の朝飯はハムエッグとえのきとわかめと揚げの味噌汁になります。目玉焼きにはちょっと醤油をかけていただきます。そしてまず味噌汁からですね。今日はえのきとわかめと揚げが入ってますね。ちょっとね、口にわかめがついちゃってるけどね、すいませんね。目玉焼きも美味しいし、ハムもちょっとマヨネーズをつけて食べると美味しいですね。今日もシンプルな朝飯で美味しいです。昼食は野菜たっぷりうどんになります。今日のうどんには大根と人参とネギが入ってますね。ここにちょっとだけ豚肉も入ってますね。やっぱあったかいうどんが寒い時に最高に美味しいですね。麺の方は3パック100円少々のさぬきうどんを使ってますね。味の方は醤油味のおだし風味であっさりしていて美味しいですね。うどんもやっぱり安上がりでお腹も結構膨れるんで重宝しますよね。夕飯はカラスガレイの煮付けとナスとネギの肉巻きとサラダになります。まずはサラダからいただきますと。そして肉巻きですね。今日はナスとネギを豚肉で巻いてあります。やっぱ肉巻き美味しいですね。そしてこちらカラスガレイの煮付けですね。非常に身がふっくらして美味しいですよね。煮付けにするとすごく味が染み込んでさらに美味しくなりますね。ナスとネギの肉巻きも相性いいですね。ご飯も美味しく食べられますね、いつも通り。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。